河野一郎、河野一郎、河野一郎、1898年、明治31年6月2日から1965年、昭和40年7月8日は、日本の政治家、副総理、日本自由党幹事長、自由民主党総務会長、昭和中期の政界実力者の一人、河野派会長、領自由民主党の当人派の代表格として、 県政を誇り、その政治行動は横上破りと呼ばれた。農林大臣、建設大臣、経済企画庁長,長官、行政管理庁長,長官、副総理、国務大臣、東京五輪担当を務めた。また、地元神奈川県県政にも強い影響力を持ち、県は高能王国とも呼ばれた。A 点は、ジュニー、訓一等局実投下大受賞。 参議院議長を務めた、河野健三は自定。衆議院議長、外務大臣、自由民主党総裁、新自由クラブ代表を務めた、河野洋平は次男。外務大臣を務める、衆議院議員、河野太郎は孫にあたる。神奈川県足柄下郡豊川村の河野、河野家に生まれる。七時兵は、豊川村長、軍会議員。 神奈川県会議長などを歴任した人物。神奈川県立小田原中学校、現、神奈川県立小田原高等学校を経て、1923年、大正12年早稲田、大学政治経済学部政治学科を卒業し、朝日新聞社に入社。早稲田大学時代は、弟、健造と共に競争部の陸上長距離選手として、奈良市、早々期の箱根駅伝で活躍。 総合優勝も経験している。1931年、昭和6年、犬飼武内閣の山本定次郎農林大臣の秘書官となり、翌1932年、昭和7年、第18回衆議院議員総選挙に神奈川3区から出馬し、当選。当選後は立憲声優会に所属した。鈴木喜三郎総裁の後継をめぐる、党内構想では、 鳩山一郎を担いで奔走したが、中島畜兵が優位に立っていた。河野は、久原ふ之助を擁立して対抗し、声優会は、政党派、久原派と革新派、中島派に分裂するに至る。1942年、昭和17年の翌3選挙では、翡翠薦で選挙戦を戦い当選した。終戦後、1945年、昭和20年11月に、 旧制友会政党派の勢力を急合して、鳩山一郎を総裁とする日本自由党を決闘。幹事長として、鳩山内閣の結成に奔走するが、1946年、昭和21年5月4日、鳩山に公職追放令が下り、吉田茂が後継総裁として対名効果を受け、組閣に取りかかる。組閣をめぐっては、 吉田が旧正党人を軍部に迎合したとみなし、人事について相談しなかったことなどをきっかけとして、不具体点の間柄となる。さらに6月20日には、河野自身も公職追放となった。1951年、昭和26年8月7日に追放解除となり、三木武義と共に自由党に復党。以降は、反吉田派の旧先法として、 鳩山政権樹立に向けて奔走するが、1952年、昭和27年9月29日、解散総選挙を目前にして、吉田が鳩山派に打撃を与えるべく、石橋丹山と河野を党から除名した。三木武義の工作によって、12月に除名取り消しとなる。1953年、昭和28年3月14日、鳩山。 三木ら21名と自由党から分党。内閣不信任案に賛成投票し、馬鹿野郎解散、総選挙へとつながるきっかけを作った。11月に、鳩山、石橋らが自由党に復帰した後も、三木、河野ら8名の大議士は、日本自由党を結成して、自由党反主流派と改新党の連携を模索し、ついに三派を合同させ、日本民主党を結成し、 鳩山を総裁とし、吉田内閣を打倒する。1954年、昭和29年、第1次、鳩山内閣で、農林大臣に就任し、第2次、第3次、鳩山内閣でも、農林大臣に留任した。翌1955年、昭和30年、自由民主党決闘に参画し、党内で大派閥の河野派を形成。 1956年、昭和31年5月9日、クレムジンでの日ソ漁業交渉において、河野は随行していた外務省の新関君や参事官を部屋から締め出して、日本が国交回復の交渉にしなければ、日本側が北方領土の返還要求を引っ込めること、漁業協定は調印できないと、ソ連側から日本側に圧力をかけてほしいとブルガーニン首相や、 石コフ漁業省に要請し、日ソ漁業協定は国交回復の日に効力を生じることになった。このため、水産業界などが北方領土など国交回復の後に交渉しろという圧力を日本政府にかけるに至り、北方領土の返還が妨害された。1956年、日ソ平和条約交渉でフルシチョフ共産党第一初期を向こうに渡り合い、 同年10月には、日ソ共同宣言を成立させ、鳩山首相と共に調印にこぎつけた。鳩山引退後の自由民主党総裁公選では、岸信介を支持し、石橋丹山に一敗地にまみれるが、岸内閣成立後は、主流派となる。1957年、昭和32年の内閣改造では、経済企画庁長,長官として入閣。第二次岸内閣下では、 党総務会長に就任。しかし、1959年、昭和34年6月に、幹事長就任を、岸首相に拒否されたため、反主流派に転ずる。日米安保条約改定では、岸内閣に、批判的立場を取り、衆議院における強行採決で、河野派は三毛派と共に欠席した。岸退陣後の自民党総裁公選では、党人派の結集を拡作し、 王の万木、石井光次郎を擁立するが、官僚派、旧吉田派の池田勇人に敗れる。一時、皇の新党の結成を目論むが、王のらに本意を促され、断念。王のの仲介により、池田首相に接近を図り、1961年、昭和36年7月の内閣改造で、農林大臣として入閣。1962年、 昭和37年7月の改造では、建設大臣として、東京オリンピックに向けた道路や、施設の整備に落腕を振るう。建設大臣を2年務めた後、1964年、昭和39年7月の、第三次池田内閣では、副総理、東京オリンピック担当の国務大臣に横滑りした。この人事が決まった際、河野は、オリンピックについては、 建設大臣の時にやるべきことはやった。あとは文部大臣の管轄ではないのかと必ずしも歓迎しない反応を新聞記者に示している。1963年昭和38年7月には右翼の野村修介らに自宅を焼き討ちされている河野一郎邸焼き討ち事件。1964年10月に東京オリンピック終了とともに 池田が病のため退陣表明するにあたっては、後継総裁候補の一人に議せられたが、後継総裁は池田の指名で佐藤栄作に落ち着いた。1964年11月9日発足の第一次、佐藤内閣では、副総理兼体育振興のスポーツ担当大臣を務めたが、1965年、 昭和40年6月3日の内閣改造では、閣内残留を拒否。1ヶ月後の7月8日、大動脈瘤破裂のため休止した。去年67、死の床で死んでたまるかと言ったと伝えられ、当人政治家の最後の言葉として広く、これが信じられてきたが、河野洋平によると、大丈夫だ、死にはしないという穏やかな言葉で家族を安心させようとしたのだという。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。